こんにちは、南原です。今日はですね、管理職に向いてない人、こんな人はどんな人か。管理職、世の中にたくさんいるんです。多くの人がですね、管理職になりたい、逆になりたくない、こうやって悩んでいる。その答えを出していきます。管理職に向いてない人の特徴、それはね、やっぱり嘘をつくとか。最近世の中を騒がせているビッグモーターの話、これたくさんの人が嘘をついています。この嘘まみれの会社、そういった人たちがですね、おそらく管理職になっている。結果的に会社に重大な損失を与えているし、社員たちにも自分の部下たちにも重大な損失を与えている。嘘は突き通せない、どこかで破綻する。管理職はまるでパズルを完成させるような、そんな意味合いできちんとその人の管理ができなきゃいけない。それができないとですね、多くの人に迷惑をかけてしまう。自分の都合のいい報告をしたりすると、それは上司に迷惑をかける。部下に対してですね、非常にこう高圧的な態度を取るとか、メンタルが弱いとですね、自分が潰れてしまうんですね。で、自分が潰れてしまうと、逆に自分を潰さないために自分を守ろうとする。その結果によって周りの人にとばっちり、これが及ぶかもしれない。管理職って実は大変なんです。中間管理職っていうのが大体日本の常で、上からも物を言われて、下からも物を言われる。その間に挟まって、まるでこうサンドイッチのようにですね、圧力をかけられていく。それでメンタルが崩れていく。メンタルを強くする、とはいえそんなことは簡単じゃない。誰かに助けてもらう。でも管理職という立場からなかなか助けてもらえない。意外に上司もですね、お前が管理職なんだからお前がやれと投げ捨てるように言ってくる。自分がその管理職として残る方法ないじゃないかと。自分の心の持ち方を変えることはできないけど、ある程度の時間軸を変える。その時間軸を動かすことによって、自分が管理職として少しだけゆとりの時間を持って仕事を達成していく。こんなことが管理職として一つできるかもしれない。僕が管理職として意識するとしたら、仕事のしやすさっていうことを一番考える。僕はよく言うんですけど、管理職の仕事もそうですし、社長の仕事もそうです。彼らが活躍できる土俵を用意する、これが僕らの仕事なんで。だから管理職としてもしそれができれば、みんなが仕事がしやすくなる。その整備された場所、サーキットで言えば、走りやすい車が走れるサーキットを用意してくれれば、みんな早く走れるようになるし、楽しく走れるようになる。僕もそんな管理職を目指していつも頑張っています。それから数字に弱い管理職、こんなの絶対ダメです。事業計画をですね、たまに間違ってる人がいて、僕に事業計画を出してもらったら絵だけなんですね。確かに絵は心地よくて気持ちよくて夢がいっぱい書いてある。でも月次の数字とか年次の数字、もっと言えば日時の数字、こういったものが全くできていない。これを追えない管理職でもたまにいるんです。それを理解しているふりをしている管理職、そうなってくるとどっかで帳尻が合わなくなってしまうし、結果が出せなくなってしまう。それからいいんだけど優しすぎる管理職、確かに優しいんです。でも優しすぎるがゆえに、どこかで大きな穴に陥ってしまう。心地はいいかもしれない、みんなにいいよいいよって言っていい顔してるかもしれない。でもそれは悪い言葉で言うと八方美人になっているだけで、みんなにいい顔してみんなのためじゃなくなっている。ひょっとしたら自分のためにいい顔しているだけかもしれない。こういった管理職もやっぱりダメ。それから厳しすぎる管理職、もちろんダメです。時代は変わっているんです。これを見ているですね、僕と同じぐらいの年の人たち、学校の時にビンタされましたよね。先生に平手打ちでバシーンって食らうんですよ。本気で殴られるんですよ。中にはですね、なんか耳が当分聞こえなくなったとか、それから長い定規で、竹でできた定規で殴られたりとか。でも今はですね、そんな時代じゃないんです。こんなやり方で社員を育てることはできないです。だから厳しすぎる人もダメ、難しいんです。ダメなことを言い出せばですね、本当にキリがない。まだまだいくつでもダメなことがある。じゃあどんな管理職がいいんだと、さっき言ったようにですね、パズルの組み合わせでそのピースを合わせて全部はめるっていうのは無理かもしれないけど、できてない管理職にはまったら職を変えるか、もしくはもっと優秀になってその管理職を飛び越えて上に行くか。皆さん一度管理職、短い単語だけど
重要な意味があります。ぜひよく考えてみてください。ちょっと話がそれましたが、今日はダメな管理職、これについて少し話してみました。じゃあ